やる気、元気、たまき、霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題はじゃん。東京五輪の演出が発表されましたけれども、どうなるのかどうか。で、その中の小林健太郎さんと田中智之さんと小山田圭吾さんについて占おうと思います。基本的に1日2本動画アップしているので、ぜひぜひご覧ください。はい、ね、お好みの興味あるやつだけでもいいので、はい。で、個人鑑定の申し込み方法、動画概要欄に、すべての動画概要欄に書いてあるので、ぜひ、そちらが本業となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、五輪の演出。これはラーメンズの小林健太郎さん、そして FPM の田中さん、コーネリアスの小山田圭吾さん。ということで、うちのね、旦那さん映画も大好きなんだけど、年間ね、去年何百本だっけ、なんか600本何本って、600じゃないか、400本だっけ、なんかそう見た旦那さんだけど、音楽も大好きで CD の棚がし、いっぱいなくらいずーっと音楽聴いてんだけど、リビングで家族でいてもずっとヘッドホンして音楽聴いてんだけどね、シャットダウンしてその旦那さんにこの見せたら、俺のドンピシャなんだけど、あまりにサブカルすぎない、大丈夫五輪って言って心配してました。うん。なんだろう。俺くらい、なんかマニアックな、なんか俺世代だと超ど真ん中なんだけどさ。あまりにもサブカルすぎて、この、他の世代とか全世界に向けてってなると、どうなの、シュールすぎないみたいなね、心配してた。あと、小林健太郎さんもデザインアート的なね、やつよね、多分ね。シュールな感じだよね、多分。どんな感じになるんだろうってちょっと想像がつかないんだけど、とりあえずこうきらびやかな華やかな感じではなくて、ちょっとこう大人なシュールな落ち着いた感じなのかなと思って、マニアックな感じなのかなと思って、どうなんだろう、どうなるんだろうって全くわかんないわ、読めないわ。全員ね、カバラス秘術出してみたら8が全員あるのね。全員、なんか8持ってる人選んだんかなみたいな、そのくらいの。ね。そうなんですよ。8は駆け抜ける戦士です。社長気質ですね。白黒はっきり分かれます。敵も味方も好き嫌いも、パキッとこう、白黒はっきり分かれて、根性論です。元気があれば何でもできるみたいな。私も8なんですけどね、本質が。頑張れば何でもできるみたいな、なんかそんな根性論を言うのが8でございますね。社長気質でこう、1と8が非常に強いリーダーシップを持ってるんだけど、1の場合は一人で何でもやっちゃうもんみたいな、一匹狼っぽい感じなんだけど、8は組織の中で、社長っぽくこう上に、組織の中でトップに立つみたいなのは、それで人を使うのが得意なんですね。なので、このチームワークじゃない、五輪の演出なんてめちゃめちゃ。なので、ザ・チームワークのその中のトップみたいな人たちが、蜂たちが集まってきたみたいなね、集められたのか、カバラス秘術見て蜂だけ選んだんじゃないかくらいの勢いで蜂がみんな入ってたなと思って。小林健太郎さんは本質の後、自由と変化を愛せる旅人タイプ、天才肌ですね。感覚感性が素晴らしいです。芸術家肌ですね、この蜂でしたか。で、田中さんはペルソナが6、これは愛情ですね。愛で人を導く人、愛情深いお母さんみたいな人です。小山田さんは9。9は完成ですね。完成。だ、1から8までの数字を全部体験済みなので、大人なんですよ。悟り切った感じで、悟り切ってるがゆえに、不登校とか多いです。もうなんかバカバカしくてやってらんないよね、みたいな感じは多い。でも、まあ、優しい平和主義者だとは言われておりますが、この中で小山田さんがもうね、すでに燃えてるんですね。燃え盛っていますよ、ニュースで。どういうニュースかと言いますと、これ、東スポね。五輪開会式の演出に、コーネリアスの小山田圭吾さん、案の定蒸し返された過去のいじめ自慢っていうタイトルで、今日のニュースなんですけれど、開会式と閉会式ともにショーディレクターを務めるのはこの小林健太郎さんね。で、音楽監督を FPM の田中智之さんが務め、開会式はコーネリアスの小山田圭吾さんが楽曲担当す、提供、楽曲を担当することになった。で、開会式のコンセプトは、United by Emotion。世界中の人々への感謝や賞賛、未来への希望を感じる時間を作りたいという願いが込められている。
そんな中、一部ネット上では小山田の名前に懸念の声が上がっている。結構昔なのよ。音楽雑誌ロッキンオンジャパン、1996年1月の、むちゃくちゃ昔、25年前。とにかく超昔なんだけど、そこでね、小山田が同級生いじめを自慢話のように告白していたことが蒸し返されている。なんか小学校時代の話で、障害者の同級生を飛び箱の中に閉じ込めたり、マットでぐるぐるに巻いてみたり、なかなかハードな内容でした。ただ批判を集めたのは、そうしたいじめ話を得意げに話す小山田の態度でした。ネット上ではクズ批判が巻き起こりました。各音楽関係者。ということで、ね、未だに覚えている人は、小山田さんのことめっちゃ嫌いってね、もうちょっと受け付けらんないわって思ってるらしいです。うん。旦那さんもそれ知ってて、旦那さんはでも、まあ、それを踏まえた上でもなんか音楽が好きって言ってるけど、ね、なので、ちょっとパラリンピックでさ、ね、障害者の子をいじめてたっていうのは、どうなのみたいなのがね、25年ぶりにこう、再燃しまして、今ちょっとツイッターとかで結構一部で燃えておりますけれども、8と9。そうか。まあ、小学生で8と9だと、大人だよね。8も9もかなり大人な数字なので、両方。幼く見える子を、弱い子をいじめた。まあ、あり得るかな。あり得る数字ではあるかな。悟り切った上で、どうかな、うん。8もね、この人の言うことを聞かないみたいなわがままさみたいなのが出がちではあるので、そうね。まあ、わからなくもないかな。同じ8として、なんかすいませんって感じで。なんかさ、同じカバラ水術の人がさ、なんかやらかすとさ、ごめんなさいって感じになるね。すいません、なんか。本当に。そうだな。あとそうそう、ラーメンズの相方の人も出したんだよ。相方の人はすごく真面目なのね、4と9で。落ち着いた感じ。小林さんがめっちゃバリバリ、イケイケな感じで。相方の人は落ち着いた真面目な感じでした。で、小林健太郎さんもあれなのね。なんか芸能活動をやめますって最近言ったばっかりなのに、なんかこれやるってなってちょっとざわついているらしい、ファンの中で。性格としてはそんな感じですけれども、一人一人の運勢は別にいいよね、多分ね。需要として、それよりはなんか演出が全体的にどうなるかなみたいなところをちょっと占ってみますね。このチームの演出、そう、なんか大人な、落ち着いた、なんかシュールな感じになりそうだよね。まさにデザインやみたいな感じになると思うよ、NHK の。あ、旦那さんが1回目のワクチンから帰ってきたよ。帰ってきた。お帰りって感じ。ちょうどこの旦那さんのワクチンレポートはね、メンバーシップ限定に公開するから。はい。じゃあ、東京五輪の演出、どんな雰囲気ですかね。どんな雰囲気っていうか、まあどんな雰囲気にしよう。なんかどんなイメージなのか。お、世界、すごい完成されてんじゃない。完成。あー、だがしかしなんかどうした。はい、ズバッと出ました。全体的なキーカードは完成世界なので、むっちゃ完成された世界観だと思う。一つの円を描いて完成されて、四つのこの元素もこう集まりので、新しいチャレンジですよ。多分なんか見たこともないような斬新な感じかもしれない。でも法の逆なんだ。なんか伝統的な感じとか、日本の古き良き日本の伝統芸能的な、なんかそんな要素は多分ない。伝統感はないと思う。ね、釣り人の逆。これよくわかんないな。なんか演出で釣り人の逆ってなんだろう。釣り人の逆、まあ、もともとの意味はね、報われない努力とか、そういう感じなんだけど、成果が上がらないとか、受難の時とか、人間嫌い、孤独、陰気な感じ。これも、でも言われてみれば、法の逆もなんか孤立するみたいな感じなのよ。ちょっと暗いのかもね。陰気な感じ？陰気な感じ。斬新で、
ちょっと、なんだろう。人間大好きと逆の感じ。何を表そうとしてんだろう。孤立、孤独、みたいなのをちょっと強く感じるかもしれない。対策中でいいんじゃ。これもなんかね、この、静かな暗い感じじゃん。だけど、この、斬新かつ、孤立、孤独を感じるけど、でもその中でこう、まとまってる感はあるね。難しいね。表現するの難しい。じゃあ、それ、受けるのかしら?どうなのかしら?それを見て、みんなはどう思うの?これ、どうだろうね。賛否両論分かれるのかな?それこそ、うちの旦那さんは、とか、なんか、私とかの、デザインやが好きな、系、なんかシュールなのが好きな人たちは、あーってなるかもしれないけど、でも、これ世界のお祭りとしてどうなのみたいな感じにはなりそうだよね。どう感じるかは世界の客なんだ。そうか、作品としては完成してるけど、さっきと、真逆な感じが出たね。あー、そう。な、この辺までなんか似たカードが出た。はい、ズバッと出ます。その演出を見て、人々がどう思うかと思うと、え、これ中途半端じゃない?これで完成してんの?って思われる。うん、作品としてはさっき完成してるって出たんだけど、受け取る側としては、すごい、この不完全燃焼感というか、え、なんか、え、これで終わりなの?もやもやするわ、みたいな。なんか、あと、あまりにも奇抜すぎるというか、ついていけないかもしれない。なんか、突拍子もなくて。女帝、女性らしさは感じんのかな?美しさとか。あ、美しいのかな?見た感じが。美しいで、悪魔の逆。悪魔の逆。悪魔の逆。あ、なんか、でも勇気はもらうのかな?なんか、これを見ることによって、なんかコロナ乗り越えようとか、ちょっとオリンピック最後までやろうみたいな、なんかね、明るい道筋が見えるとか。この辺はいいよね。美しさとなんか勇気もらう。だけど、奇抜すぎて、奇抜っていうか、斬新すぎてついていけなくて、ちょっとえ、これで終わりみたいなのみたいな、なんか未完成感というか、なんか、うん。そんなのを感じそう。どっちにも対策注意点がいいんじゃが出たね。心の目で見ろみたいな感じかな。表面的なきらびやかさとか派手さとかじゃなくて、今回は地味に、静かにおとなしい心の目でみんな見ようよみたいなね、暗くして心の中に明かりを灯して心の目で感じ取ろうみたいな、そんな感じかもしれないね。だから見る人の心の感性が問われるっていうか、多分派手さは一切ないと思う。そりゃそうだよね、こんなコロナ禍だしね。めっちゃ地味かつみたいな斬新なことをすると思う。うん。だけど美しいかな。なんかわかる気がする。うん。個人的にはなんかわかった。うん。これがわかる、伝わるかな。ね、伝わるといいな。はい。ということで、これだけでいいっすか?他に何占おうかなと思って。小林健太郎さんの全体運占っとくか。小林健太郎さんの全体運をザーッと占うね。なんか、リクエストがあったんだ。小林健太郎さん占ってって。はい、ズバッと出ました。ザッと言うよ。あ、なんか、あんまり考えさえてない感じがする。立場がね。高望みをしすぎたかなっていう感じね。で、今後の運勢でしょ?まあいいかな。点数にすると70点くらい。環境もいいし、神神の逆で。全体的になんか静かな情熱みたいな感じよね。今のなんか演出と似ていて、静かな情熱でこうバランス調和、自分との、なんか内面とこう内省するみたいな感じでいって、なんか集大成みたいなこと、まあ今回のことかな。をして、その後何をするか決めかねてるっていう感じかな。対策注意点太陽なので、うん、まあまあ、何も考えずポジティブに行けば、特に悪いことはないんじゃないかな。これといってめっちゃ悪いカードは出てないし、まあ最後のこの審判の逆はね、今後どうしようか決めかねるな、みたいな感じは出てるけど、なんか大きなことをやり遂げるし、
すごくいい感じです。はい。小山田圭吾さん。小山田圭吾さんは、昔の話を挽回できるのか。小山田圭吾さん、過去の悪い話を挽回できるんでしょうか。むちゃくちゃ悪かった小山田圭吾さん、ズバッと出ました。これはどうした、すごく悪い、立場も悪いでしょ、過去悪い、マジシャンの逆、現在も皇帝の逆、なんか周りチームワークうまくいってる中で、なんか一人わがままなことを言ってる気がする。で、流れも悪いでしょ、近い将来。立場も審判の逆悪い、環境も世界の逆悪い、釣り人可能性、最終決戦の戦車の逆、な、一人で暴走しないかなっていうのが心配だね。ちょっと過去の話を挽回できるかどうかは、ちょっとできなそうかもしれない。はい、以上になります。では、ちょっと楽しみにしてよ。開会式。では、じゃんけんいきます。たまーきじゃんけん、じゃんけんぽい。パーなので、チョキの人の勝ちだよ。じゃあね。バイバイ、ありがとうございます。